はい、皆さんこんばんは。さあ今回ですね、今巷でもちょうどね噂になっております、Steam の新作ゲーム SCP 極秘ファイルを遊んでいきたいと思います。まあ、いわゆるね昔からよく遊んでる SCP 系なんですが、非常に評判の高いゲームみたいです。早速遊んでいきましょう。うん、 SCP か、久しぶりだな。僕はカール、カール・アスタナ。数ヶ月前、僕はエル街のダイナーで卒業論文を書いていた。ここのパイは口に合うのだ。この店のパイは食えたもんじゃないな。ヘドをワックスで固めたみたいな味だ。と、早いな。僕は店内にまだ空席があることを確認すると男に言った。すいませんが、どなた様でしょうか。僕に用事でも、そこ、人が座ってるんです。開けてくれませんか。なんだこれ。あ、選択肢か。すいません、どちら様でしょうか。男は返事もせず言葉を続けた。うむ、君はもうすぐ卒業する。そして仕事を探してる。我々にちょうど君にぴったりな仕事がある。え、神秘的で崇高な仕事だ。男は付け加えた。え、どういうこと。ああまあまあまあどう考えてもやばい仕事ですね。すいません、興味ない。やります。決してがっかりはさせないぞ。そう言って男は僕に名刺をくれた。名刺の両面は黒く、片面に大きくも小さくもない3つの文字が印刷されている。 SCP、 もうこれ C 確定じゃんこれ。手紙をタップして開封。ん？開封？ここ？あ、上か。カール・アスタナス様、SCP 財団へのご入所おめでとうございます。財団は、アーキビスト助手、そして資料部門第3チームに配属されます。チャック・アウアー主任が、記念の上長となります。シグマエリア、シグマでいいのかな？警備室で書院証をお受け取りください。いやーもう絶対にこれ D クラスに回されんじゃない。大丈夫？ D クラス職員ってあの SCP の中だと、まあ、犯罪者とかがあてがわられるんだけど、そことは違うところか。どっちにしろその超常的な SCP ですね。の管理とかをやらされるんでしょ？人類文明が始まってから、この世界にはあらゆる種類の未知に、それらの存在により人類の平穏の生活は打ち砕かれる。あ、D クラスがいる。オレンジのあのつなぎが D クラスですね。まあ、SCP の、まあ、実験に使われる人たちですね。ああ、やらされてる。字幕を読むような後ろの絵を見たい。でっけえのがいるな。まあ、SCP を知らない人に言うとですね、まあ、いわゆるその未知のオブジェクトとか驚異的な超常的なオブジェクトですね、物とか現象とかそういったものをこう集めて保管している、まあ、その SCP 財団という会社があるんですけど、こういう超常的なものを、まあ、閉じ込めてると。でどのぐらい危険度があるのかとか調べてるやつだいたいところですね。で、まあ、SCP って、まあ、一応架空のものではあるんですけど、まあみんなでこういう SCP がいますよとかのをね、みんなでこう話し合ったりとか、ちょっとその文章で起こしたりとかして楽しんでるやつですね。まあ、海外が発端ですけど、日本でもねちょっと前からブームになっておりまして、それのーゲームなんかも出ておりまして、これこのゲームもその一つになりますね。どうも今回はそのSCP が、コンディベンションブリッジみたいにこう暴れ回ってるところから逃げ出すゲームではなく、これは私は職員となってSCP を管理する側のゲームっぽいですね。職員は初めてだな。
ま、事前情報全く入れてないんでどんな感じのゲームかわからないんですけど、動くの動くの、はい動きまーす。足遅っ。うわグラフィックめっちゃ綺麗。え一人俺、レベル1のカード、なんかこういうの怖いね。あでも人がいる。914号室に入る。903、みんなダンボールまみれだ。皆さん職員の方なんですか。どうもはじめまして、新人のカールです。カールですよ。あ誰もいねえ先輩方。え、あ指紋認証面白。えこれが僕の部屋ですか。なんでこんなにもう物がいっぱいあんの。えあれからしばらく経ったってこと、それともピ SC いやかっこいいよ、なんかもうすごい、なんかカール・アスタナ5月25日、マサチューセッツ工科大学ちゃんと大学のあれも出るんですね。今後数多くの機密ファイルは極秘ファイルにアクセスすることになります。すべての機密条項を、理解し財団の難しいな、もうなんかもう漢字も多くて難しいな、チェックします。ああもうようこそ業務開始の前にアーカイブ部が日常業務で使用するツールをご紹介しましょう。はい、毎日直属の上司がミッションをモジュールに配布します。新たに任務がある場合はボタンが赤く点滅します。はい、サイトのお知らせまたは主にインスタントメッセージシステムを使用します。ここではメッセージをレベル2暗号化処理しますので常に赤い点灯にご注意ください。心が折れそうや。訓練は在任における有効な情報共有手段です。新人はまず新人研修を参加してください。はい、ここでは世界の各サイトの公開可能な動向を公開しいつでも閲覧できますと。財団での業務のご成功をお祈りしております。大丈夫か、私レベル1カールアスタナです。赤くなって友達ゲント、任務はどう。 SCP-1299 の情報収集を受けてる。危なかったぜ、吸い当ててよかった。私に回ってこなくてよかったわ。全身ずぶりはちょっと早いな。みんなおはよう。え、チャットしたい、俺もチャットしたい。こんにちは。あー早い、うちもどうもよろしくお願いします。カール・アストラです。カールと呼んでください。あれ、マサチューセッツで生物学の哲学を専攻してました。拍手。あよかった、ノリが軽くて許してもらえた。大したお利口さんだな。おや学歴コンプレックスですか。財団ってのは名門大学が好きだよな。そういうやつらは片っ端から資料部門に入れてくる。カール気にしないで、お前らジョナサンのこと忘れたのか。ちょっと私、あなたそのジョナサンという人を悪く思ってるんですね。どうしようかな。私一個前のその資料部門にいたジョナサンはひどい目にあったのか。ジョナサンって？ジョナサンはハーバード、いやスタンフォードだったか。まあいいや、どうせお前はみんなと同じだ。みんな昨日のリック&モーティーを見たかい。名門大学の連中は学歴を離れかけて謙虚さは知らねえ。あんな大惨事なのも当然だ。大惨事なんかの冗談でしょ。ジョナサンはプロトコルを破って SCP-247 に触り左手を失ったの。2日前に記憶処理剤。早いな、お前らチャットが早い。記憶を消されんの。
あれは事故だったの。事故？知るかよ。なんか、私、すり消えただけだ。D クラス職員よりも消耗率が高い。名門大学卒がな。え、今年の報告かが死ぬわ。救護室。ゲンとカール脅かす。早いんだよ、チャットがお前だ。おじさんついていけない。資料部門はなんかちょっと危険みたいですね。一個前のジョナサンって方は左手を失って、記憶を消されて、ここから、対処したみたいですね。ん？この件、終わったら休むことはいいなった。へぇ。スチュアート、ハイボスって。チャックアウアーが女子だった。以上、A クラス文書は教授に提出ごと。ボス、僕は何をすれば？資料部の仕事は全ての収容種類の検査、整理、分類、修正することだ。だが焦ることはないぞ、新入り。正式勤務に入る前にまず新人研修を受ける必要がある。そのうち会議の連絡来るだろう。確認します、ボス。会う場所に？ここで働けて本当に光栄です。軽口叩いたらみんなに嫌われてしまった。シーリ、ここは君が思うの場所ではない。君は一度過去に自分を捨て、ここで生き延びる術を学ばなければならない。僕も君の心配などしてくれない。誰も君の心配などしてくれない。自分で能力を証明するのだ。はい、会う場所に。お、今回の新人研修はハム博士の担当か。こいつは気質を変わる。エチケット袋を持っていった方がいいかもね。何言ってんのよ。ハム博士は財団でも指折りの優秀な収容スペシャリストよ。君たちはまだ自分のすべきことを分かってないのかね。仕事に取り掛かれ。カールを覚えておくことだ。理性を保て。イフを恐れるのかな。システム通知、会議の知らせ、申し込みはあった研修講座も、なんだこれ、なんだかもう、文字が多くて、私には。現在の研修コース、第1クラス、レイモンド・ハム。場所、オンラインミーティング入り口。これ仕事してる人たち、すごいね。私はもう、こういう文字が多いの、きついわ。なんかこう、チュートリアルは、つかね、絵で、イラスト屋の絵で説明してほしい。研修会議が間もなく開始します。はい。大丈夫かな。カールは大卒ですけど、私は高卒ですからね。それもかなりのヤンキー学校の。ヤンキー学校ですけど、私はヤンキーではありませんでしたけどね。Jason Carter is a death row inmate. うん。Jason Carter? In exchange for clemency, he has agreed to work with the SCP Foundation for 30 days. Dクラス職員か。だから犯罪者が刑期を短くするためにここで働くんだけど、命を失うこともありますと。あ、このジェイソン、今回の D クラス職員を私が監視するんですね。え、私ジェイソン？は？ピ？なになになに？何？装備？防護服だな。これは何？これが研修。このアイテムの説明も何もないんだけど。B、エレベーターに乗ります。はい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 。は？何これ火星？ D503 was given no clear instruction. D503 は仕事について何も知らせていない。あ、知らないね。すべては彼自身で探し出さなきゃならない。ゴミを収集。はあ。じゃあ、このレーダーに従ってゴミを収集すればいいのね。
ただこれが何なのかは D クラス職員子役さんは何も知らないわけですね。燃料かな、拾っています。プラスチックの燃料容器100年かけても自然に帰らないしぶといゴミの一つ。それはしぶてえな。これ歩かない方が良さそうだなね。歩くとちょっと良くなさそう。なんで砂漠なのかも気になるよね。でこれをやらされてる理由も何かあるはず。これは拾うのに時間かかるね。青い車止め、安定した三角形のフレーム止め、砂漠の風化には勝てなかった。はい、重量がこれ、待ってこれ後ろにゴミ乗せなきゃいけないもんね。関係ないか、しかもまとめて持てないだけか。なあ、あおわわわお、あ、どれがいっちゃった。これは、これ重てえな。バルブですね。焼却炉に向かう。焼却炉って、ああ、あれか。まあ、でも何にも起きないじゃん。まあ、でも1日目って書いてあったから、何日もこなすと、何か起きるのかな。降りる焼却炉乗ったままでいいのか。あ、乗ったままでいいのかも。はいはいはい、全然何も難しいことないじゃん。レバーを下げて焼却を確定させます。はいよー。重量が重たくて、燃えんのこれ。これが SCP と何の関係があるんだろうね。This was D503's first day of work. あ、まあ何でもないよね。普通のお仕事ですね。SCP protocol mandates that D503 now undergo psychological evaluation. 精神状態検査を受けることは義務付けられている。はい、押す。レベル2精神検査を受けてください。現在の精神状態を許可します。測定開始。うわ、こういうの俺ね、こういうのはあかんのよね。ん、こういうのダメなんだけどな。はい、はーい、まあ、角を合わせていきゃいいのかな。これ入んねえか。これ回転はしねえのかな。回転はしないのか。これは違うな。こうか。で、こうの。こうの。こういうことか？はい。はあ。お、やるじゃない？ 1D257 の早いじゃん。4位でしたね。はい。あと29日。飯を食おう。ハンバーガーがそのまま出てきたな。え？ひでえもんだ。変わらぬ美味しさ。じゃあ寝かさせてく、寝ます。あ、そっか、普段はベッドも用意されないのか。 This was the first day D503 psychological data was collected.
まあ普通にゴミ拾いさせられて飯食って、あ、You're probably wondering, how can this job earn freedom for a death row inmate? 死刑囚を釈放にさせるために。Good afternoon, everyone. I'm Dr. Raymond Hamm from Site 83. Welcome to today's training conference. Today, I'm going to share with you a little project I've been working on SCP-745757. The desert you saw just now is SCP-745757. あの砂漠が SCP-745757。この砂漠を研究に研究してたボランティアだと。はあはあ。Prior to the Foundation's involvement with SCP-7457, 329人が行方不明になった。そのため我々はその原因を探るべく封鎖に踏み切った。あの砂漠で300人以上が消えてるってことが。だからなんで消えるのかをこいつらを使って調べてるってことだよね。Before we get started,Are there any questions? Dr. Hamm, I'm Will Barton, 3rd Special Squad, Site 86. Hello, Will. Before I came here, I thought I had a basic understanding of the Foundation. I've heard of these anomalies, but only in terms of human anomalies. I had no idea that SCP-7457 was a desert. How do we begin to make sense of this? That's a good question, Will. All the unexplained phenomena we are monitoring...are being labeled anomalies. 存在 human anomalies, 人間型、場所型、物体型、artifact anomalies, and various other phenomena beyond our control. SCP はいろんな種類があるんだ。 The work of the foundation is to isolate these anomalies. このアノマリを加工し、封じ込め、一般市民から遠ざけることが財団の役目だった。 experiencing them? Okay, next question. みんなイケメンだな。 Hello, Dr. Hamm. I'm Mark Harris, a research intern from Site 27.In the video, we saw D503 picking up garbage in the desert. はい、やってました。Why did it do that? And what does this have to do with... そう、ゴミ拾いの意味は何なの? Okay, Mark. What I can tell you now is that everything you see is part of SCP-7457. SCP anomalies can be a little difficult to understand at first. みんなこういう法則がある。Just know that it or they have their own rules.Perhaps you'll understand what I mean once we finish watching the video. Okay, let's move on. もう8日経ってるわ。だからこの死刑囚を使って、最初の1週間、しかし8日目に新たな試練があった。人を消す。人が行方不明になる砂漠、SCP-7457。その実態は何なのかをこれから調べるわけですね。死刑囚503は今日も変わらず砂漠へとゴミ拾いに行くと。死刑囚らしいからね。これでケーキが釈放されるなんてちょろい仕事だぜっていうふうに思ってんだろうな今な。はいはいはい。何が起きたのか確認してみよう。お、暗いな。まあまあ近くのゴミから拾いに行きましょうかね。今日もさあ、今日もお仕事だ。100キロゴミを拾えば今日の仕事は終わると思って。坂道きついな。はーい、さあ今日もゴミを拾っていきましょうかね。はい、ドラム缶 35g。 はい、でも何も起きんけどな。ね、いつも通り300人以上の人がこの砂漠で消えてるらしいです、この SCP-7457。地面が波打ってる、気のせいか。
なんか波打ってる気がするな。はいはいはい。なんでこの薄暗いのは時間が早いだけなのかな。あと1個ですね。なんか地面が波打ってる気がするんだけどね、流れてる気がする。でも動けないわけでもなく、ゴミどこだ。ゴミ遠くねえか。あ、紐？紐？キムはコードリール、黒いコードがはめついたリール、固く巻きついており中は何かわからない。見た目よりずっと重く持ち上げるのが苦労する。110キロもあるわ。でもちょっと距離開けちゃった。まあでも回収できたね。明らかに奇妙でしたけど回収は可能でした。じゃあ焼却炉に戻ります。別に今んとこ大丈夫そうだけど、とりわけなんていうことはない。じゃあ燃やしちゃいましょうかね。襲ってくるわけでもなく、はーい、奇妙なコードリール。うん、仕事終えた。最初の穴場に遭遇したことを気づいていない。最初の穴場、要は SCP に触れた。やっぱあの、あ、でも大丈夫だったんだ。はい、精神検査します。三角形を含む画像を3つ選んでください。はいはいはい、3枚でね。はい、よかったよかった。え、俺頭悪いから分かんない頭悪いから分かんない。これとこれとこれだ。違う、これだ。よしよし4分かかってたきっちり4分かかってえ、急にやめて。バカなのは分かってるけどちょっと分かんなかったはい、じゃあ次が寝ます。でも何も別に起きてないけどね。 That night、D503's psychological data 生体データに異常な揺らぎが現れた。Analysis tells us that D503 夢を見ていた。海のような音がするな。 Unfortunately, though, どんな夢だったかは我々には知る由もない。海だな、やっぱり。あれはあの黒巻きのコイルみたいのが言われる本体っていうか、あの割 SCP だったんでしょ。なんだあれ、ドラム缶光ってるやつみたいなやつが見えるな。ただ夢を見るだけなのか。まだ人が分析。影響を及ぼした SCP-7457's impact on D503. Are there any questions before we go on?
Hello, Dr. Ham. I'm Spencer Jones from the Special Operations Department of Site 21. Hello, Spencer. It's still unclear as to why D-503 needs to pick up all of this trash. If you wanted to monitor his psychological response to SCP-7457, why not just leave him out in the desert? Why assign him these tasks when there are already psychological evaluations taking place? 行くだけだったらね。Okay. Our analysis has indicated that SCP-7457 produces a new cluster of trash every 8 minutes and 37 seconds. 何の意味が? If waste collection is not done regularly, 定期的にゴミを収集しなければすぐに外の世界に溢れてしまうだろう。 It is worth noting, though, that the quantity of waste created here pales in comparison to the amount produced by humans. However, it still has the potential to become a significant problem in the future.By assigning these tasks to D-503, we can monitor his reactions while also containing the trash. There is another reason, but we will get to that one later. 教えてくれないのね、あんまり。Is it not the case that the Foundation is exaggerating the importance of a minor issue before the issue is fully understood? Okay, everyone. I must emphasize that behind us is the general public, who are wholly unaware of any of this.Being meticulous and maintaining a serious attitude is essential to the SCP Foundation. Any oversight or underestimation of the enemy may result in disaster. Thank you, Dr. Ham. I understand. Good. Let's move on. The effects of SCP-7457 on D-503 became most obvious on D-15 of the test. ゴミを拾って燃やしたことによって We were only able to track his movements after recovering data from his radar. 計測機の復元データからってもうこの人いなくなってるじゃん。It was definitely a bad day. それは悪い一日だった。最悪と言ってもいいだろう。Even for a death row inmate. 死刑囚としてもう差し置いてもらって。え、そんなにひどいことが起きたの？あ、仕事を終えたのか？なんだ？なんかやっぱ紐ですよね。紐が D-503 found a radar that perfectly そう、彼が持ってるものとそっくりなレーダーを見つけた。砂漠長い間、あ、第二次対戦時のモデル。特に気になった。なんでこんなものが落ちてるのかってことを気にも留めなかったらしい。あ、本当。それが落ちてるってことは君と同じ立場の人がここで消えたってことなんじゃないかっていう思うけどね。また紐がすごいぞこれ。またコイルだ。またコイルが。これを砂漠が生み出してるんだ。また重てえものを用意しやがってと。さあケールベー、今日の仕事も終わったっぺー。ゴミを持ち帰り燃やした後に何か影響を及ぼすみたいなね。横転しちゃう、横転しちゃう。危なかった今。危なかった危なかった。今回も燃やしましょう。なんかあれだな、トラックごと燃やしてね。苦しめた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 。うわ、なんか、うめき声が聞こえるな。うめき声が聞こえる。But then he encountered an incident. 災難が降りかかった。A sandstorm. 砂嵐。D-503 walked in the sandstorm for a long time, but he couldn't seem to find his way back. 遭難してしまったわけだね。え、どこに行けば。なんか紐が。
紐が何か見えるね、向こうに。なんだあれ、焼却炉、そこら中に紐が見える。何かが光って建物のようなものが見えるね。もうこれじゃあれを目指すしかない。なんだ小屋みたいなのが見えるか。ん、上はだよ、はっきりものが、輪郭は見えないな。あ、いや、着いたのか。あ、よかった、帰ってこれた。エレベーターだ。しかしそこは彼の知る場所ではなかった。え、すごい。ん、誰かいる。朽ち果てている。電話ボックス、電話ボックスか。電話ボックス、なんて書いてある。 LIE か。人に管が巻きついているのかな。あ、管だけできてる人間だ。なんだ、なに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 、この電話は何。何が起きた。いや、さっぱりわかりません、教授。知らない子に呼ばれてる感覚。あれ、生きてるわ、いるのか。夢なのか。13 hours later, a visibly trembling D503 returned to site 8. Ah. We immediately performed a psychological evaluation. 帰ってこれたんだ、一応。一応帰ってこれたんだね。じゃ、精神検査を受けてください。もう、霞んでるわ。あなたの PC モニターは正常です。Major fluctuations can now be observed in D503's physiological data. もう精神崩壊が始まった。精神汚染か。The results of the psychological evaluation were so troubling. We had to abort the mission.Shit! D503 was able to break away from the Foundation's control. あれ、抜け出した。He has seen the test results of other level D personnel. あー、さっきの D 回線のデータは見た。That's right. None of the 誰一人として砂漠から出られていない。ああ、まあそうね。脱出してやる。俺はこの砂漠から脱出してやる。いや、この実験は生き残ることはできない実験だったんですね。まあそれはそうだろうね。ゴミがいっぱい、すごいゴミだらけだ。お？町？
車が事故を起こしてしまって砂漠の中で D503 heard the call 呼び声を聞いた？誰か呼んでる？誰か呼んでるか？ Humans often believe that their fate is in their own hands that all choices come from their own free will 自分の意思ではないのか。いかにちっぽけな存在か。Out there, in the unknown world, we are as insignificant as a grain of sand in this vast desert. そうなのか。だから自分が選んだ行動は自分が決めたことではなく、すべてもう制御されているに過ぎないわけだ。なんだのこの絵師、なんだ。電話線なのこれ。この74147は広大に張り巡らされた電話線なのかな。で、人を誘い込んで、まあ、食ってるっていうかどうかわかんないけど、まあでも養分にされてんだろうねこれね。これは D クラス職員だったのか、署員だったのか、署員と言わないか、 D クラスだったのかで燃やされると、捕まってゴミにされて燃やされる。で次の人がまた悪夢を見て誘われるわけだ。あーなるほどね。Days later, experiment participant D72 が解説施設が49キロの地点で D503 のレーダーを発見した。やっぱり、その使ってたそのレーダーだね。People entering SCP-7457 will suffer varying degrees of psychological stress within an acute period. It manifests as a range of neurological and mental disorders, as well as.Severe and unexplained hallucinations. So far, not one participant has left the desert. 無事に砂漠を出られた者はいないらしい。The foundation has tested 31 level D personnel. 財団はもう31名の D クラス職員を失った。Our testing continues. 実験はなおも続いていると。When you work for the foundation, you will face various. 職員がこれから団体に立ち向かうのは市民暴力のアノマリたちだと。職員らを狂わせ殺し、あるいは死より恐ろしい目に遭わせるだろう。教授、博士、怖いです。愛する存在の縮図と言えよ。FBI エージェント、セキュリティ研究員。私ただの学生ですけど。SCP does not care. SCP 職員は知能も実績も通用しない。How accomplished you are. It doesn't matter to them how many doctorates and titles you have. まあそうね。You are no different from helpless ants when confronted with these anomalies. Remember this. 最も重要なアドバイスを覚えておいてほしい。It is the most important advice you will receive. Do not take risks. You will die. さもなくば死ぬ。You are not as special as you think you are.If you encounter もしアノマリに遭遇したら、プライドを捨てて一目散に逃げよ。Run. それが唯一できることである。立ち向かうなってことですね。ここには神などいないのだから。Welcome to the Foundation, rookies. I'm Dr. Raymond Ham,
And this ends the first class of our employee induction program. これが研修？結構重めな研修からスタートしましたね。え、はい、トレーニングコースはしました。次のコース評価してください。コースの適切ですか？あ、よかったです。あ、素晴らしかったです。スムーズですか？そうですね。あの、ま、なんか全部ここだとちゃんと評価したのかって言ったからここ4にしておきます。特に何かじゃ、もしルールにした、注意しよう。私は少年団の教官が新人を脅かしているようにしか見えなかった。あー、あー、なるほどね。ジョナサンの件は知ってるからですね。特に何も感じない。下手なことしたらなんか俺やばいところに回される。下手にさ、このかつてのこととか言ったりするとさ、自分も D クラスに落とされたりしない？怖いんだけど。でも言っとこう。フィードバックありがとうございました。業務のご成功をお祈りいたします。はい、ということで、これってオートセーブなの？メッセージトレーニング、はい、ちょっと友達チャット見るか。どうだった？卒業の時ちょっと気分が悪いです。うん、床に履かないでくれよ。からかんで開けて。スチャート、カール、これは序の口よ。早くここに慣れてね。はい、ゾーイはいい人だな。先輩たちはとても教えたがりだからね、カール。よしてよ、スチャート、ありがとうございます。だいぶ良くなりました。何はともあれ SCP にようこそ、カール。顔文字です、これ横になった顔文字です。この1時間は地獄だった。他のさ、どう耐え抜いたか知らないが、僕は研修を抜け出した。崖から飛びると冷たい水の中に落ち、まともに水に喉を詰ませてしまった。僕はなぜこんなことを思い浮かべたの？崖にも滝にも行ったことないのに。けどあまりにも、真に迫っていた。口にいっぱい生臭い顔の水の味までしたのだ。何はともあれこれは財団の勤務初日だ。食堂のビュッフェで何か食べよう。そうすれば胃が落ち着くに違いない。いやー、とんでもないところに就職しちゃいましたね。とんでもないところに就職してしまいました。これから先これから先いくつもの SCP を私は見ていかなきゃいけないわけですね。これはまあ、ちょっと、あ、でもなんかめっちゃ嫌なこと書いてるな。合計61人の性別が逆転、13人が死亡、8人の深刻な全身麻痺が発生した。早朝サイト17で SCP-191 の収容違反が確認。これ同じこの財団の中でとんでもねえ事故起こりまくってんじゃないですか。事故の原因の冗談。こんなところで私はこれからしばらく働かなきゃいけないのか。これはブラック企業というわけではない。ブラックですね。ブラックどころじゃないかもしれん。はい。というわけで、これから私のですね、SCP での財団での勤務が始まります。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。